こんにちは。今日はですね、夫婦間とかカップル間での喧嘩が絶えないっていう原因は実はテレビゲームにあるんじゃないかっていうお話をしていきたいというふうに思います。前回の動画でですね、ボビー・オロゴンさんが、奥さんに暴力を振るってしまって今逮捕されているっていうようなニュースがありましたよねっていうことをお話をして、じゃあなんでそういったその夫婦間のトラブルとかっていうのはなかなか絶えないんでしょうと、あるいは家族間での殺人っていうのは絶えないんでしょうというような、そんなですね話をしていきました。ぜひですね、興味ある方は前回なぜそういうことが起こるのかで、そういうことが起こってしまった原因を解決していくためにはこういう考え方、哲学を持っていくといいですよっていうのをお話をしていますので、ぜひ前回の動画をご覧いただけたらと思います。ということで、本日はじゃあテレビゲームが原因で喧嘩が絶えなくなる、それどういうことっていう話なんですが、実はですね、テレビゲームっていうのはやっぱりその楽してできるものなんですよね。そこまでそのめちゃくちゃ頭を使って考えてやるとかっていうのものでもないですし、そのやるまでに時間がかかったりとか苦労とかっていうするものがなくなるんですね。なのでゲームをすると実は頭が良くなるっていうメリットがある一方で、目の前の欲求に弱くなると、つまり自分のわがままとか、自分がやり押し通したい欲求とかっていうのが通らなかった時に対してのイライラの度合いっていうのが増してしまう傾向がありますよっていうお話になるんですね。まずじゃあテレビゲームっていうのを、そのいろんなジャンルありますよ。例えば脳トレとかですね、最近発売した FF7 のリメイクとか、それからバイオハザード RE3 とかっていうめぼしいゲーム、それから今一番熱いのが多分動物の森のでしょうね、アツ森って呼ばれてるやつですけどね、あんなもやってみたいななんていうふうに思ったりするんですけど、そういったさまざまなゲームで全てのジャンルのゲームにですが頭が良くなったりとか、その暴力性を増したりとかっていうことではないんですけど、ゲームという大きな一つのくくりでメリットとデメリットを今日はご紹介していきたいというふうに思います。ではですね、まずゲームなんですけれども、ごめんなさい、なんでゲームを紹介するのに、じゃあ出てゲームなんて言うってわけわかんないですよね、はい、失礼しました。ということで、何かというと、まずメリットから紹介していきたいと思います。メリットはですね、大きく2つです。まず1つ目がですね、注意力がアップします。なぜかっていうと、ゲームってさまざまな選択肢があるんですよ。例えばゼルダの伝説とか大乱闘スマッシュブラザーズのように瞬間的なアクションを求められるようなゲームだったりとかしたら、敵が襲いかかってきた時に反撃をするのか、縦で一回受け止めるのか、あるいは、かわすのかっていうので、瞬間的にボタンをカチャカチャって動かさなくちゃいけないんですね。そういうので、周りに対しての注意力っていうのがアップしますよとね。でそうやって注意力がアップすると、2つ目のメリットとしては、選択肢がたくさんある中でどれを一番自分の中でベストの選択だっていうことを見抜く力っていうのが養われていくと、はい、だから注意力も上がるし、選択肢に対しての、見抜く力っていうのも上がっていくということですね。さらに空間的視覚能力が、もうちょっと難しいことですね。要は物事を 3D で見ると、で、これは日常生活であんまり使う場面ってないかもしれないですけど、スポーツやっていただいている方ぜひイメージしていただきたいんですが、例えばバスケットボールとかサッカーとか野球とかですよね。バスケットボールとかサッカーだったら、味方がどの位置にいて、敵がどの位置にいて、でどこにボールを通したらパスがうまく通るのかっていうことが見えたりとかですね。あるいは野球だったら、フライで上がってきたボールっていうのをどの位置まで走っていったら届いてキャッチができるのか、あるいはこのフライの、角度だったら今から走ってても間に合わないけど、スライディングしたらギリギリ届くなっていう、その物事の位置関係っていうのが、すごくこう頭の中でイメージしやすくなるっていうようなもので、ね、特にこれは 3D じゃなくて、2D じゃなくて 3D のゲームをやっている人たちなんかっていうのはこの能力が非常に欠けている。だからこんな実験があれば面白いなっていうふうに思うんですけどね。実際にその各スポーツ分野でパスとかがあるようなスポーツですね。バスケットとかサッカーとか、あとは何でしょうね、ハンドボールとかですかね、とか、あとはバレーボールのセッターとかですね。でパスを通すのが上手かったりとか、バレーボールだったらセッターの人たちがゲームが好きかどうかっていうのをこうぜひ調べていただくような、そんな実験がね、どっかで出れたら、これが実証できたら面白かったりするんですけどね。そんな話はいいとしてっていうようなものがあります。ごめんなさい、あともう一個ありました。だから注意力アップ、選択肢を見抜く力と、それから空間的知覚能力のアップと、あともう一つ記憶力がアップするんですよね。会話が大きくなるので、記憶力とかっていうのがアップしていくと、だからゲームをやっている人ほど、やってない人に比べると、もしかしたら物事を覚えてたりとかっていう傾向は高いかもしれません。そういうメリットもあったりします。記憶力もゲームをやってるわけで、で続いて、デメリットとしては大きく2つですね。まず1つ目が、報酬に弱くなると、目の前の報酬に弱くなると、ゲームの世界って簡単にお金とか手に入りますよね。あるいは簡単、初期の方のボスキャラとかだったら簡単に倒せるので次のステージに進めたりとかするじゃないですか。だから自分が望むような報酬っていうのがすぐ手に入れやすい環境にいるせいで、現実世界とのだんだん区別がいかなくなって、現実でもこんだけ働いてるのにこんだけの給料かよっていう風に対して仕事に対しての不満を思ったりとか、あるいはこんだけ勉強してるのになんでこんだけしか点数が上がらないんだっていう風にですね、勉強したことに対してのイコール点数アップとか、仕事をしたことに対してのイコール報酬アップとかっていうですね、そういうものがないと、だんだんイライラしてきてしまったりとか、諦め癖がついたりとかっていう、外部刺激に弱くなってしまうっていうような、デメリットがあっ
ったりします。つまりこれは先ほどの、前回の動画も含めてですけど、奥さんと、ちょっとしたいざこざがあった、なんで俺の思い通りにやってくれないんだよ、ボーンとかですね、なんであの人私が言ってくれた通りに靴下を洗濯機にいつもすぐに入れてくれないんだろう、見下りやんみたいな感じになってしまうというような感じとか、それから2つ目のデメリットがですね、切れやすくなると、まあ今お話ししたのとつながってくるんですけど、やっぱり自分の思い通りにならないとイラッとする、切れやすくなると、そして最終的に手が出る、あるいはあのハンコをついてくださいっていうふうに、離婚届を出すとか、そういうような状態になってしまうっていうようなことですね。あのゲームってリセット効くじゃないですか。例えばゲームオーバーになって、まあ、イラッとしてコントローラーぶん投げる人とかっても時々やっぱいますけど、あのかつての僕とかもそうでしたけど、でもやっぱりリセットが効くんで、あのいいとこまで進んでって、うわここまで進んだ、でもリセットしか頑張ろうっていう風になれるんですけど、人生ってリセット効かないじゃないですか。あの奥さんに対してイライラして殺してしまったから、じゃあ奥さん蘇らせてもう一回夫婦関係よしよしやり直そうねって言っても無理じゃないですか。で離婚をしましたって言っても、やっぱり離婚をしても女性の場合は半年間は結婚は誰ともできないですから、あのすぐに男性と、例えばですけど変な話不倫相手としてても、不倫相手と結婚しようという風に思ってても半年間は何もできなかったりとかっていう風になるので、やっぱりあの人生っていうのはリセットがなかった、リセットがもう効きようがないと。僕が尊敬する経営者の中で、尊敬する経営者のお一人の中で、人生が、まあ、2回も3回もあるんだったらこの1回っていうのはサボってもいいと、でも人生って1回しかないから一生懸命やるしかないんですよねっていうことをとある講演会で言ったんですけど、まさにその通りだなっていうふうに個人的に思って、自分の思い通りにならないからって言ってリセットが効かないって分かってるんだから、切れるんじゃなくてそこで思いとどまって、自分がどういうふうにすればこの今目の前にある困難とかっていうの、問題とかっていうのを解決することができるのかっていうことを、ゲームで報酬を得ることに慣れてしまっている現代人の我々、特に我々のような若い世代っていうのは、どうにもこうにも自分が思い通りにならないことに対してイライラしてしまって、すぐにやり投げしてしまったりとか、態度とか言葉に出してしまったりとかっていうふうにしてしまうので、そこをやっぱりゲームと現実は違うんですよと切り離してやっていくっていうことが非常に大事なんではないかなと。ここに関しても意識の問題になってくるので、じゃあゲームをやめたからってどうなるかっていうと、別にそこで意識がすぐに芽生える云々っていう話なかなか繋がらないと思うんですけれども、やっぱりゲームと現実は違うと、リセットやり直しがないですよと、ダウン You are dead となったらもうおしまいなんですよという、そういうあるプラスの危機感っていうのを持ってぜひ過ごしていただければなというふうに思います。ちょっと最後あの真面目で硬い話をしてしまったんですけれども、まあ、夫婦関係っていうのもこういうふうに崩れていくんではないか、テレビゲームがきっかけで崩れていってしまっているんではないかなというふうに思いますので、夫婦でゲームをやる時間が長い、カップルや夫婦に関しては一度お互いが、一緒に過ごす時間っていうのを見直してみてはどうでしょうか。今日はそんなお話でした。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。